スーダンの地方区分スーダンの地方行政区画は18の州によって成り立っている。2011年7月に南スーダンが独立するまでは25の州が設置されていた。スーダンは1991年以降連邦制を採用しているが2019年4月11日のクーデターの際に発令された非常事態宣言によって州の統治機構は停止している。 2021年3月5日、最高評議会は、新たな地方行政制度を定めた法令に署名し、8つの州からなる連邦制へ移行することが決まった。本法令は、行政機構会議が招集された後に施行される予定である。2020年10月3日に、国内の武装勢力と締結した和平協定に基づいている。スーダンは4つの係争地域に領有権を、 主張してておりこのうちにに地域を支配下に置いているイギリスとエジプトによって統治されていた時代は、マディリアットと呼ばれる地方行政区画と県で8つに分けられていた。設置された当初は曖昧なものであったが、第二次世界大戦が始まる頃までには明確になっていた。その後、1948年にバハル・アルガザールがエクアトリアから分離された。 1973年7月1日に多くの行政区画が新設された。ダルフールから北ダルフールと南ダルフールが設けられ、コレドファンは北コレドファンと南コレドファンに分割された。また、白ナイルとジャジーラが青ナイルから分離され、ナイル側が北部から後海がカッサラからそれぞれ分離された。さらに1976年にも再分化が、 進められた。レークがバハル・アルガザールから分かれ、ジョン・グレーが上ナイルから分かれた。エクアトリアも東エクアトリアと西、エクアトリアに分割された。これによって全部で18に分かれたことになる。1991年、政府は1948年から1973年にかけて存在していた9つの州による連邦制へと再編成を行った。しかし、 1994年2月14日、政府は26のイルイトを新設する再編成を再度言った。この時誕生した州の大半は、旧来の州か、管理順州であった。2005年、スーダン南部の新政府機構の一部として、バハル・アルガザール州が、中央エクアトリア州に改名され、西コルドファン州は廃止され南北コルドファン州に統合された。 2011年7月、南スーダンの独立に伴い南部の10州は、スーダンから分離した、スーダンの地方区分図、ありがとうございます。